大人気 YouTuber が動画の企画でお店のレビューを荒らして炎上。皆さんレビューって見ますでしょうか？自分結構ネット通販とか、あとはご飯行く時とか結構レビュー見ながらどこに行くのか判断して食べに行くっていうことちょくちょくあるんですけれども、そんなレビューを使った企画を発案した YouTuber がいまして、それがこちら、夕闇に誘いし漆黒の天使たちということで、こちらの YouTuber、チャンネル登録者60万人もいるということで、自分も昔なんかその東海オンエアさんとかと結構コラボしていたので、ほんと3年ぐらい前かな、ちょくちょく見てたんですけれども、そんな彼らが今回炎上することになってしまいました。じゃあその炎上した動画って何なのかと言いますと、これガーって下がります。いや、結構前の動画なんですけれども、それが今ちょっと話題になってまして、自分もネット記事で見かけたんですけれども、確か3ヶ月前の、ここら辺だったと思うんですけれど、あれ、あそうだ、限定公開になったんですよ。で、その動画がですね、この3ヶ月前に上げた動画、レビューゼロの店にレビューを書きに行く。まさかのブチギレ連発。ということで、こちらの動画、今現在、限定公開になっていまして、パンチパンダ調べですと、低評価が多いと。では、この動画、一体どういった動画だったのかと言いますと、Google マップのレビューというものがありまして、それがまだゼロのお店に行ってみるという企画なんですけれども、ちょっと面白そうな企画なんですけれども、今回、Google マップのレビューを使います。4人は Google マップにレビューがない店を探し、自ら初レビューを行うという企画を遂行。口コミゼロの個人経営のうどん店に向かう。で、そのお店の中、店内、常連のお客様とかもいまして、結構内装も綺麗なお店なんですけれども、全員違うものを頼むと。で、オーダーが、カツ丼、特製上うどん、天丼、天ぷらうどんということで、お昼時に近所の年配者が集まる店内、4人はそれぞれの味を確かめるためにうどんやカツ丼などを一個一個別々のオーダーをしました。で、もちろんですね、この一個一個別々のオーダーなので、店員の女性は気まずそうな顔で時間がかかりますと念押しをすると。で、大丈夫ですかという問いに、大丈夫ですと。で、お母さん一人でやってるんですか？そうです。どうやら店員の女性一人で全ての料理を作るため時間がかかるようだと。で、普段暇だからやってるんだよと。普段はこんなに注文が重ならないのでごめんなさいねと、女性は頭を下げたが、ここでリーダーは何か言いたげにニヤニヤすると。で、その40分後にうどんが到着し、あまりの遅さにメンバーの顔が曇るんですけれども、個人的には料理で40分は大体、あの4種類で40分は個人経営なので、普通っちゃ普通なのかなと思うんですけれども、で、食後、社内に戻ると全員で一つのレビューを練り出すメンバーということで、リーダーは急ぐ気がなかったクソ店だと悪口がヒートアップしていくと。でも腹立ちましたとか、いろいろ言ってるんですけれども、で、こういった感じでいろいろ発言していまして、で、あんなもん店じゃないとか飲食の権利ないという、いや、もう散々言うんですよ。で、ボロクソ言っていまして、で、結局書いたレビューがこちらなんですけれども、カツ丼はチェーン店の方がうまいと、うどんもチェーン店の方がうまいと。いや、これはね、で、このお店なんですけれども、動画の中で言ってるんですよね。このお店自体を言っちゃってるんですよ。で、実際のレビューもこれなんですけれども、店名を言いながら、ボロクソ悪口言うんですよ、動画の中で。で、他の人はですね、こういった感じで、フォローというか、評価5、多分おそらく言ってないんでしょうけど、炎上しているということで、この動画を見て気の毒に思った方たちが、このようにフォローしてくれているということなんですけれども、これに対してですね、売れてる YouTuber がやったら即炎上しそうなことやってるのに、全く話題にもならないのがなんか悲しい。むやみにお店のレビューは荒らしてはいけない。お店のお母さんが自分の知り合いだったらって想像するとちょっと心が痛くなってしまったけど、ここにはファーストフードにはない良さがきっとある。早い、安い、うまいが必ずしも人類全員にとってベストだと限らない。私も行きたくなったな。頼まれてもないのにこれだけ毒づいてお店の名前も出して、普通にですね、動画の中で、ガンガンお店の名前とか言って、で、そのお店を嘲笑うような動画を上げて、で、最近ちょっと3ヶ月前の動画だったんですけれども、あれ、この動画ひどくねえかと、なんか徐々に話題になっていきまして、この YouTuber さんたちも動画を非公開にするという3ヶ月経って、で、動画の企画としては悪くはないと思うんですよ。レビューがゼロのお店に行って、食べてみて、実際食べてみて、うわ、こんなお店、めちゃくちゃうまいじゃんと。それで雰囲雰囲気もいいし、店員さんの対応もすごくいいっていうような動画だったら、まあいいほっこりとした動画になったと思うんですけれども、まあ実際になんかその、ほんとムカついたのかどうかわからないんですけれども、お店の名前をわざわざ晒して、でまあボロクソ批判すると。でまあこのようにタイトルにも大激怒ということで動画をアップしてしまっているので、まあこれは若干ちょっと炎上不可避なのかなと。はい、まあということでパンチパンダは最近ちょっと気になるニュースをまとめてみました。いやー、ちょっとね、なんかそのお店の名前を言って、で、あとなんかその、わざとではないんでしょうけど、わざとなのかどうかわかんないんですけど、なんか半分ぐらい残すみたいな。で、それをわざわざ動画にするみたいな。で、まあ実際にあの動画見たんですけど、店員の女性の方もすごいなんか気さくな方で、全然その悪く言われるような方ではないのに、なんかあそこまで言われていて、ちょっとなんか見ていて悲しくなる、なんか胸が痛くなりました。ということで、最近パンチパンダのちょっと気になるニュースとかありましたら動画にしてまとめていますので、もしよかったらチャンネル登録、高評価していただければなと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃ